皆さんごきげんよう、声優の石黒千尋、17歳です。おいおい、はいはい、ということで皆さんごきげんよう。本日はなんとドドーン、素晴らしい、キラ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 、パソコン工房さんの組み立てキットを使って、私石黒千尋がパソコンを組み立てちゃいます。イエーイありがとうございます、ありがとうございます。私人生でこういう風にね、パソコンを組み立てるというのは初でございますので、今日は一生懸命頑張っていきたいと思います。組み立てるやり方知りたいよという人も、ぜひ私のこのね動画を見て一緒に組み立ててくださいね。それでは頑張るぞ。おー、今机の上に、試作パソコンのパーツの一式、はい、出ておりますけども、はい、この中で、パソコンの頭脳という頭脳、はい、CPU というのはどれでしょうか。やばい、 CPU 頭脳っていうぐらいだから、人間でいうと脳みそってことですよね。そうです。じゃあやっぱり大きくなきゃいけないから、これ大きいから脳みそっぽいので、これです。これは脳みそですか。ちょっと残念、ちょっと残念。この一つ前のひときわ小さいんですが、はい、存在感のある青い方、これですね、はい、インテル入ってる、あ、インテル、インテルコアって書いてますね、はい、これが頭脳なんですか。はい、そちらが、はい、CPU ですね、Core i5 ですね。 Core i5、 これは最新のものですか。あ、はい、最新ですね、第14世代の一番新しいタイプ。すごい、これが脳みその役割をしていると、はい、では、次にですね、マザーボード、マザーボードは人間の脳に例えると、体に例えると何になるんですか。胴体、胴体って言ったらそれ体大きいですもんね。だったらこれじゃないですかこれが胴体じゃないですか、これは、はい、これは胴体ではない。う、ね、もう一つ、まあ、なんか、まあ、内臓的な内臓的な部分。え、じゃあ次に大きいこれ。はい、正解です。あー、やったー、大きさ、大きさで当たった。はい、こちらがマザーボード、マザーボード、はい、になります。はい、組み立てるんですか、これを私が。そうです。うわー、恐ろしいですわはい、はい、それではここから石黒千尋がマザーボードに CPU を組み立てる第一行やっていきたいと思います。これは結構ね、繊細な作業になるということで、手袋が挟まってしまったりすると壊れてしまう可能性があるということで、ここからはちょっと素手でお送りさせていただきます。では先ほどね教えていただきました、こちらパソコンの脳みそですね。このパソコンの脳みそを、マザーボードに組み込む作業やっていきましょう。すごい小さいんですよ、こんな小さいのできるかしら。ちょっとね緊張でございますが、私やらせていただきますよ。ドキドキだ。これを、押してよいしょで上げます。するとここの蓋が、あ、開きます。あ、開きました。先ほどのね CPU にもついていたようなつぶつぶがたくさんついてますね。でこれなんですけども、ここのね左下の方に小さい点がついておりまして、その点を左の角に合わせて組み立てるようにと教えていただきましたので入れてみます。ドッキング、よし、ああ怖い、ああ動く、よし OK。 でこれをこう足して、でまたよいしょ組み立てました。すると上が外れましたね、これ。はい、ではこちら組み立てが無事完了して、はい、千尋オーズが今胴体に脳みそをセッティングしました。イエーイ優しいありがとうございます。はい、続いて第2工程はメモリをつけていきたいと思います。このねメモリというのは、パソコンにとっては作業台のようなものということで、今ここにあるねパソコン工房様のこの机がメモリのそのね役割みたいなものだそうです。一時的にこう物をどんどん置いていくのに必要なテーブルというふうに考えればいいと先ほど教えてもらいました。はい、ここからはですね、
このねマザーボード結構ね突起物がたくさん出てるので指とか引っ掛けて怪我をしてしまう可能性もあるんですね。なので皆さんは手袋をつけて怪我防止であったり、あと静電気防止もありますので、ぜひ、皆さん手袋をつけて作業してください。これがメモリというものでございます。下にね、なんかこう昔懐かしいファミリーコンピューターの趣を感じさせますね。これは懐かしいです。これでもふーってやっちゃダメですよ。いいですか、ツバが入るとこれは壊れてしまいますからね。はい、でここの横にある長い棒のところに差し込むそうなんですが、黒に差し込む場合はもう一つも黒に、灰色に差し込む場合はもう一つも灰色にということで、間違えないように気をつけてください。はい、今回私は黒に差し込みたいと思います。先にこれをこう横に倒すと、横に倒すことによってもう入れられるようになっておりまして、さあではファミコンを差し込みましょう。これはうわー怖い、細い、折れそう。よし、入った入った、入りました。もうちょっと強く押し込むんですよね。はい、強く押し込みます。う、あ、動いた動いた動いた、よしよし、できました。この調子で2枚目も差し込んでいきますよ。よし、できました。やった、嬉しい。メモリを差し込むだけでこんなに嬉しい。よし、第2の工程は完成です。はい、では続いては第3工程は SSD を設置していきたいと思います。イエーイ。はい、SSD は本棚のような役割をするということで、整えたデータをこう保存しておく場所というような感覚だということでございました。では早速なんですが組み立てていきたいと思います。ここですね、蓋がついていると思うんですけど、先にこのマザーボードはこの蓋を外してから設置するということなので、クリッ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 ク、結構ねこれは簡単に取れそうですね。よっしゃよっしゃ、はい、取れました。でこの蓋の裏側に両面テープのようなものがついておりまして、後ほどこれをね剥がして、SSD 貼り付けたいと思います。じゃあこちらですね、 SSD 差し込んでいきましょう。こちら、このね根元の部分を斜めに差し込む感じでいいそうです。じゃあこっちを差し込みます。よいしょ、あ、簡単に刺さった。これはスポッと刺さりましたね。でもって今度ここの裏のテープを剥がすということで、ちょっと今ちひろーずはね怪我防止のために手袋をしているので、スタッフさんに剥がしてもらいます。スタッフさんお願いします。でつてて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 て、はい、帰ってきました。いいですね。ではこれをここに設置する。うわー、これちょっと怖いかも。ちゃんとできるかしら私。これをここに差し込んで、うわー、今度はここに差し込む。うわー、できました。はい、ではこれをまたくるくると締めていきましょう。これはしっかりもう外れないようにきっちり締めちゃっていいっていうことですよね。そうですね、ただあんまりギュッてやると壊れちゃうので、まあ、はい、程よい感じで、はい、ということで組み立て完成しました。ネジが甘いかどうか最終チェックしてもらいます。ジャッジお願いします。あ、大丈夫ですか。はい、OK です。はい、これにて OK です。やったー、ありがとうございます。はい、では続いては CPU クーラーを取り付けていきたいと思います。一番最初に取り付けたこの CPU を冷やすためのものということでございます。どうやらねこれね何もつけないと簡単に100度超えてしまうということなので、はい、つけるのはこれは必需品ということでございますね。まず裏側にですね、今もうすでに設置させてもらっていたんですが、この CPU クーラーの土台を穴に通していきたいと思います。よいしょよいしょ、はい、そうしますと上に突起物が出てまいります。はい、では続いてこちらですね、この金具を取り付けていきたいんですが、この金具よく見ると穴がね2つあるんですよ。これはいろんな大きさのねCPU に対応しているということで、今回は外側に挿したいと思います。よいしょ、じゃあこれも外側でつけちゃいますと。はい、じゃあ続いてこちら
上を、ね、押さえるための金具をつけていきますよ。これもかっちりキチキチにしなくても程よい感じでいいということなので程よく締めますね。よいしょ、はい、できました。これで土台作りが完成です。では土台ができましたので続いて本体 CPU ファンを取り付けていきたいと思います。こちらね、向きがあるそうで、なんかこう斜めに沿ってますよね。それはなぜかと言いますと、こっち側のね方にもう一つファンがつくということで、はい、そのためにちょっとこっち側に寄ってるという、左側に寄ってるということでございました。で、取り付ける前にですね、この CPU の上にグロスってリップクリームやんけ、グリスダメですよ、皆さんは口に塗ったらグリスを塗ってくださいということでございます。米粒大ぐらいで直接 CPU につけていいんですよね。はい、ではいきます。これぐらいですか。はい、大丈夫です。あ、OK です。じゃあ参ります。これ失敗したら怖いからな。で、この穴にはまるように置きたいですけど、ちょっと置けたかな、置けてない、置けたかな、置けてない、置けたかな。もともとグラグラするって感じですか。あ、なるほど、もともとグラグラするな。で、じゃあはい、ネジでぐるぐると、はい、ではぐるぐるしちゃいましょう。うん、交互にやっていくということですね。これも傾いてしまいますもんね。よいしょ、あ、すごいちゃんと設置できた気がする。閉まりました。これで CPU ファンは完成ですかね。はい、できました、イエーイ。はい、ではラスト、こちら CPU にファンを取り付けていきたいと思います。これね、風を受けてこうくるくるって回転するようになっています。で、この上の方にですね、矢印が書いておりまして、これここに風が通って抜けていくよというマークだということだそうです。で、あとこちらの方でね、取り付けていきたいんですが、ちょっとこれを引っ掛けるだけでいいということで、よし、 OK。 で、今度こっちもグイッと、あ、できたできたできたと思います。はい、じゃあこのコードをここに挿していきますよ。よいしょ、私はできる、できたやったー、やった、できた、ありがとうございます。はい、ではいよいよチヒローズが組み立てたマザーボードをケースに組み立てていきたいと思います。頑張りますよ。で、こちらですね、組み立てるのにネジを使いまして、これね、2つあるんですよね。ネジがインチネジとミリネジというものがあるそうでございます。マザーボードを設置するときにはミリネジを使っていきたいと思います。このマザーボードを持ち上げます。よいしょ、そしてここの部分を横に挿していきます。では設置していきますよ。うまく刺さるかな、ちょっと私も移動しますね。よし、入った、 OK、 かっちりとはまりました、やった。合計で8箇所止める場所がありますので、ネジで止めていきましょう。うん、バッチリ、こんな感じで残りのネジ穴も止めていきたいと思います。よし、できました。これでマザーボードをしっかりとつけることができました、やったはい、ケースにマザーボードを組み立てることが完成しましたので、続いて電源を入れていきたいと思います。こちら側にいろんな穴が開いておりまして、CPU とつなぐ用のコードを挿すことが必要となってきます。まずそちらを最初に挿していきましょう。使うコードは3本です。うほーい、よし、いきますよ。なんか楽しいですよね、挿すのはね。まずこれが下に、あ、ちゃんとカチッと音が鳴ります。で、こちらの方は上のこの穴に、よいしょ、カチッと、お、結構簡単ですね、みんな。で、こちら
これはね、このピョンと出ている方が CPU 側となっておりますので、こっち側挿していきたいと思いますよ。よいしょ、刺されましたと。でラスト1本、はい、こちらはですね両方同じ方なので、どっち刺したらいいんだろうって迷っちゃうんですが、横にですね CPU って書いてありますので、書いてない方を電源に差し込みたいと思います。よいしょ、はい、刺さりました。こんな感じですね、結構たくさんつながっているんですが、こちら差し込み完了でございます。では続いてこのケースの中に電源を入れていきたいと思います。はい、ここが正しい位置になります。では先ほどマザーボードをつけた時には出てきておりましたインチネジとミリネジなんですが、ここではインチネジを使っていきたいと思います。では電源の4箇所、1,2,3,4 箇所をインチネジで止めていきます。最初に比べたら私もだいぶネジ回しが上手くなってきました。これはパソコンを組み立てている上で上達した、戦いの中で上達してますよ。はい、ということで無事設置が完了しました。イエーイ。はい、それでは先ほど電源に挿したコードをマザーボードに取り付けていきたいと思います。こちらのね、たくさん穴が開いているところはここのマザーボードに電力を入れるものになりますので、差し込みたいと思います。カチッと、はい、音が鳴りましたね。そしてこちらも差し込んでいきましょう。カチッと、はい、こんな感じで残りのコードも、それぞれ説明書を見ながら差し込んでいきます。はい、それでは中の配線が完了いたしました。続いては本日ラストになるであろうこちら GeForce RTX4060 のグラフィックボードを取り付けていきたいと思います。やっぱりね、ゲームといったらこのグラフィックボードでね、よく皆さんこれがいい、あれがいいと言われているのはあると思うんですけども、こちらの4060はですね、今話題のゲーム、柔道ゲームとか、あとすごいグラフィック綺麗なゲームとかっていうところも問題なくストレスなくできるということでございますので、こちら設置していきたいと思います。まずですね、このグラフィックボードのここ差し込むんですが、ここガードがついているので外しちゃいます。美しい車の車体のようだ。はい、ではですね、これここに差し込んでいくんですが、何もしない状態だとパソコンのケースの横は蓋が閉まっている状態なので、これを開けていきます。で、このネジ後も使うのでね、皆さんなくさないようにしてくださいね。で、これをパコッと開けていただくと、ここも釘がついておりますので、今回は2箇所使いますので、前の2箇所外していきます。はい、では差し込んでいきます。ではこちらの爪をまず上に上げます。そしてこの爪を差し込みます。はい、 OK です。ではこちらの方ネジを止めていきます。よし、しっかり止めてキュッキュッと OK。ここも締めて、ここも止めちゃおうかな。はい、くるくるくる、こっちは手で止められました。はい、グラフィックボード用に残してあるこの配線を差し込んでいきたいと思います。こうかな。はい、じゃあこれを差し込んでいきます。差し込んで、残りの2個も差し込んでいきましょう。できました、無事刺さりました。やった、完成です。はい、ではこれで組み立てがすべて完了となりましたので、ここからは本当に私がちゃんとつなげられているのか、設置できているのかっていうのを確認するためにパソコン点灯式を始めたいと思います。では参りましょう。はい、それではここから石黒千尋初組み立てパソコンの伝統の儀を始めたいと思うんですが、その前に一つ注意点がありますので、皆さんに見ていただきたいと思います。
この、ね、モニターをつなぐときに結構間違える方がいらっしゃるということなんですけども、この後ろの、ね、方に、先ほど私が差し込んだグラフィックボードがあるんですが、間違いなくこのグラフィックボードの方に差すようにしてください。上の方に差しても、ね、映ってしまうかもしれないんですが、本来の性能を出すために必ずグラフィックボードの方に差し込みをよろしくお願いいたします。それでは私石黒千尋初組み立てパソコン伝承の儀を始めたいと思います。ではスイッチオン。おー、輝き始めました。このモニターに映ったら無事私の組み立て方が成功しているということになりますが、どうでしょうか、映るか映らないか、映るか映らないか、ここは固唾を飲んで見守りましょう。あれ、あ、おっと、ついた、お、つきました、成功です。わー、すごい、私が組み立てたパソコンもちゃんとこうやって動くことができました。やりました。天の声の皆さん、スタッフの皆さん、ありがとうございます。はい、ということで千尋ズ一人でパソコン組み立て大成功、ありがとうございました。はい、ではここでプレゼントのお知らせです。本日私が一生懸命組み立てたこのデスクトップ PC を1名の方にプレゼントさせていただきたいと思います。今私がね、このガラスの側面にサインを書かせてもらいますので、1名様はぜひこれが当たったら大切にしてくださいね。はい、ではサインの儀を始めたいと思います。チヒローズの初組み立て PC なんで大きくいっちゃいますよ。チヒローズのサイン、うさみに初 PC 組み立て、やったー。一応漢字でも書いておきます。石黒千尋、これは激レアな PC が出来上がってしまいました。応募の詳細は概要欄に書いてありますので、ぜひそちらの方チェックよろしくお願いいたします。はい、それでは本日のお付き合いは声優の石黒千尋でした。またどこかでお会いいたしましょう。バイバイ。